口だけでは感謝言ってるけど、実際感謝してないやつなんてたまにいるからな。まあまあ。今日はちょっといつもの8時やな。そうですね。それと最近、まっちゃんがちょっと少しはだいぶ楽になるように、情報収集用のアプリを頑張って今開発してますので。何それ、情報収集用アプリって。チャット GPT でやる、その世界のいろんな興味ある、そのまっちゃんが興味ある情報を吸い出してくれるという。あれね、いろんな人がなんか俺のとこに送ってくんのよ、チャット GPT の言ってるやつをパーってな。おお、いいじゃないですか。ほぼ嘘ですよ。あ、本当ですか、嘘ですか。はいはい、思いっきり。ああ、なるほど。だから結局そこら辺にある情報を拾ってきてやってるだけなんで、今のところ。で、そこら辺にある情報が的外れやからそうなるわよ、みたいな。ああ、やばい、チャット GPT 自体が嘘ついてる可能性が高いってこと、ね、いや、嘘じゃなしに、歴史を、だから、本当の歴史が入ってないんですよ、あの中にな。だからそんなことになる。まあ、要は、あれですよね、情報のネットの社会って、じゃああれか。いや、でもなんかあれですよ、ウェブサイトの方からこれが偽物だなっていう、ウェブ機器ですよね。まあ、持ってくるのはありじゃないかなと思います。まあまあ玉石混合で、まあ前にも言ったけど 90-95% ぐらいはほぼほぼ間違ってるって言うわけじゃないけど、誤認というか、誤認ね。なるほどね。あの元ほら、元の部分あれ根っこだから、根っこがずれてると全部ずれていくわけよ。まあ根っこがね、情報の根っこがね、いや歴史の根っこですよ。歴史の根っこがずれると全部ずれるって話ですよ。だから帝王学みたいな話を俺今一生懸命勉強してる。元がずれてねえから全部ずれるわね。まあそうね、そうね、うん、そういう話なんですよ。だから結局も毎回同じ話やってるけど、元の根っこのところを正さんとどうにもならんっていうことなんですよ。何もかも。もうそれはもうなんかだ、政治に出ても一緒でしょうが、根っこがないから何にもどうにもこうにもない。まあ、同じ繰り返しのことしかやってないから、もう飽きましたよ、政治に出ても。だから表面ばっかりいじくってるって話ですよ、分かりやすい言うたら。まあね、なんか会社のくだらん話あるでしょ、しょうもない、もう表面ばっかりいじくってまだこうだ言ってるやつ。あれと同じよ。でも言い方ちょっときついけど、根っこの部分の本当の根源の話してしまうと、もう元も子もない話になるんですよ、結局。本当の根っこへ行くと、一回全部解散しましょうみたいな話になってくるんですよ、やっぱり。どういじくったってどうにもならんっていうことになってくるんですよ。だから一回バラバラにして解体してから一からやるが早いわね、みたいな。だからこれがいつも言ってるこの大転換期と同じことですよ。この2000年3000年分一気にちゃぶ台ひっくり返すぞみたいな。それで今日はちょっとアメリカ経済行こうか。はい、煮詰まってきたでしょ、もう。はい、ちゃん。言い方悪いけど、ちょっと知らん人が見てもこれ煮詰まってきたなと。そうですね。はい。はい。全くあんまり詳しくないですけど、そんな人が見ても、遠目から見て、みたいな。まだね、ダウは買いだとかな、アメリカダウは買いだとかな、ニーサやとか言ってる人おるけど、もうはっきり言うとけど、えらい目合うからやめといた方がいいよ。紙くずになんねんから。でね、まだここまでこんだけ煮詰まってる状態で、まだドルは紙くずにならないとか、アホみたいなこと言ってる人おるけど、もう今日はっきり言っとくけど、 100% 紙くずになるからな、これ。今のドルよ、軍票の話よ。はい、新しいドルはまあ輝いて出てくんねんけどな。で、はい、まあ予定通り2024年、もうあと今年はあと1ヶ月半、残すところ1ヶ月半と、で、2024と2025って言ったよね、いつも言ってるよね、ドルの、はい、ドルが完全にこう、なんていうかな、シューってしぼんでいくのか。まあこれ、2024ですよ、来年ですよ、うん、遅くても引っ張っても2025年ですよ。ただまあ大統領選挙が来年の11月にあって、トランプがちゃぶ台ひっくり返すってことなんで、まあそこまでにはすったもんだしながら、まあ2025年の夏以降にはもう決着がついてるっていう形になってくると思うんでね。で、さて、このドルがな、まあまあアメリカ経済すっごい傷んできてるんですよ。でね、
はい、ブレトンウッズから始まって、まあまあ、イギリスポン、前にも言ったように、世界のその金融の中心みたいなものはオランダギルダですわな。まあその前はスペインみたいなもんもあってんけども、はい、まあ一応オランダギルダがあって、そこから、破裂して、で、イギリスポンド行きましたと。で、イギリスポンドこれも破裂してダメねと。で、ドルに行きましたと。で、ドルに行った後に金の、ゴールドの裏付けのある通貨でやっとったけども、もうゴールドがないと。で、これ外してまえと。で、これをゴールドの打感を外した、今のドルやわな、うん、不完成ですね、これもう何十回も言ってる話ですよね。でね、うん、今ね、アメリカって、その要は借金ですよね、国が要は中央銀行から借りてる借金ですわな、うん、これ日本円でいくと5000兆円ぐらいあるんですよ。5000兆円。天文学的な数字なんですね。みんな知ってるようにな。うんうん、で今これ利上げ続けてきて今の利払いですよ、はい、要は利子ですわ、利子、毎年払う利子よな、はい、国債に対して、うん、これが1兆ドルですわ。1兆ドルということは101兆ドルちょっと、1兆2000億ぐらいあると思うんですよ。だからね、160兆とか170兆円の利払いやってるわけよこれ、ずっと、はいはい、こんなんな、うん、ありえんやろこんなことやってんの。で、いつこにはじゃあこれどこまで行ったら終わんのよみたいな話言ったよね、いつもね、はい、どこまで行ったら破裂するんですか、どこまで借りても大丈夫なんですかみたいな話なんやけど、うん、でもこれやろうと思えばどこまででもいけるんですよ。永遠に膨らむ、何兆円の借金してますからとかな、うん、10兆円ですとかな、はいはい、どこまででもやれるんやけど、はい、どっかでやめなあかんわけなんですよ、こんなこと、いずれはもう。だから、ね、そうね、いずれは止めないと意味がないですよね。このパンパンに、うん、パンパンに膨らんでるやつをどこであとちっちゃい針プスって刺して終わらすかみたいな話ですよ。パーンって爆発させるからですかね。まあ、パーンってならないよ。ふるるるるみたいな。パーンってならないかも。まあ、それはいいですよ。でね、うん、要はそういう大きな経済指標とか GDP とかその国が雇用統計とか出すもんっていうのは別としてな、実際問題民衆民ですわな。アメリカの国民はクレジットカード切りまくって借金付けになってもヒーヒー打てるわけですよ。で住宅ローン、はいはい、住宅ローンの金利は高いしね、で物価は上がっていく、インフレで物価は上がっていくと、それに対してその給与賃金は伸びないと、これ日本と同じ状況、はい、スタッフグレーションの状況なんですよね。でね、はい、要は消費ですよ、国内の末端の消費ですよ、小売消費もひっくるめたな、うん、はい、ここがやっぱり傷んでくるというか、もうダメになってくると、一番やっぱり経済としてはもう民衆が持たんってことになってくるんですよ、うん、でね、今まではその中国を使って、中国で物を生産させてデフレ商品ですよね、安いものをたくさん作らせて、要は中国に作らせてっていうのは分かりやすい言ったらアメリカ資本ですよ、ドル資本ですよ、うん、ドルが中国に投資するわけよ、うん、分かるね、うん、ドルが中国に投資して、その投資したドルで工場なり不動産なりをこさえるわけよ、作るわけよ、うんうん、でこれでデフレの商品、安い商品を大量に生産、安い賃金で生産させて、それをアメリカ欧州連合で消費する、日本も含めてそういう形やったわけですよ、うんうん、でここへ来て中国がもう破裂したわけですよ完全に。で、ね、で今中国はちょっとインフレ収まってきて、まあまあデフレ気味になってきたわけやな、今度物価下がってきたんですよ、はい、でね、そのまあまあ若者の失業率が 25% とかな、 27% とか、わけのわからないような失業率になってるわけよ中国っていうのも、うんうん、要はリセッションですよ、景気後退してるわけですよ、うん、それとともに不動産の価格が下落していくと、うん、でデフレもともに来ると、うん、デフレが始まってるっていう形なんですよね、うん、ですかね、はい、だから今度、今までは徐々にその価格の水準を上げてきた中国の商品がアメリカに入っとったわけですよ、はいはい、中国で作ったもんかな、で、はい、今度は逆戻しになって、またデフレの商品がアメリカに送り込まれるわけよ、デフレの商品、
ですかね。そしたら総量的にそのアメリカの GDP っていうかその消費指数っていうのはダーッと落ちてくるっていう一方になってくる。だからインフレっていうのはアメリカはちょっと収まっていくはずなんですよ今後、うん、もうインフレのピークは超えてると思うんですよ、うん、で来年2024年にかけては今度はデフレ、若干デフレ気味っていう方向へ行くはずなんですよ、うんうん、でFRB の金利は今1回この11月は据え置いたと、うん、利上げは見送りと、うん、で12月も俺見送ると思うんですよ、うんうん、おそらくなやらんと思うんですよ、うんうん、で、まあ、やったらこれとどめやねんけど、うん、やらんと仮定したらこっからだいたい半年間は据え置くんですよ金利っていうのは、この高止まり 5.4 とかね FF 金利で、据え置くわけよ、うん、だからこの半年ぐらいの間にますます経済傷んでくるな、インフレで。要は経済というより銀行が傷んでくるんですよ、中小の銀行が。銀行がね、なるほど。まずはな、うん、でそっから、アメリカの国内がそのインフレが収まり、ややデフレの商品が大量に中国から入ってきて、インフレが収まったところで今度は金利を下げる方向へ向かうんですよ FRB としてはな、うん、だからこの金利を下げた時が完全崩壊の合図やと思ったら分かりやすいですよ。だからこの夏から秋ぐらいちゃうかな、うん、ここで一気にもう国債が売り浴びせられるっていう形になると思うんですよ、アメリカのな、はい、だからその金はどこ行くんか俺にはちょっとよく分からないけど、日本どう動くんか、動かされんのかみたいな話なんですよね、うん、でね、アメリカの場合はね、多分これハイパーインフレっていう形が来て、ハイパーインフレでどうにもこうにもならんようになって、そのドル、いわゆる、まあどういうシナリオなんかわからんけど、このドルのドルが価値をなくすと、要は物価がバカみたいに上がって、うん、ドルが本当の価値が10分の1、20分の1、50分の1になっていきますみたいな、うん、そういう世界へ行くんかなと思ってたけど、意外とそうでもなさそうな気がするんですよ。意外とそうでもない、うん、なんかアメリカの場合もこれでやめますって、突然やめますってなるような気がするんですよね、うん、トランプが出てきて、あ、これで一回終わりみたいな、うん、でその事情ですわな、なんで終わるかと、うん、はい、このドルをなんで一回やめる事情なんかって言ってくる、なんで、やめる理由はって言ったら、いや、うん、このドルはそもそもそのアメリカ合衆国のドルではありませんと、うん、ね、要は外国、無国籍ですよ、多国籍軍というか無国籍軍ですよ、いわゆる世の中のみんないろんな、ああじゃあこうじゃ、ああいう人らが言うディープステートみたいな話ですよ、国際金融資本みたいな、うん、要はアメリカ合衆国が動かしているドルではないんですと、うん、無国籍の傀儡政権が乗っ取り軍ですよ、うん、要はイギリスを乗っ取り、アメリカを乗っ取りしていった人らですよ、うん、そいつらが作った、ウォール街が作ったドルなんで、これ一回やめますと、うん、だからつきましてはこのドルに関しては我々はそのなんていうのかな、この借金は返済する義務はありませんと、我々は関係ないんだと、ね、その傀儡政権が勝手に、要は乗っ取り軍が勝手にやったもんなんで、これはもう一回ご破産で潰させてもらいますみたいな話になると思うんですよ。なるほど。アメリカは意外と簡単やと思うんですよこれ、うん、で新しいドルにするからみんなこれからそっち使ってねみたいな、うん、ってなるとな、当然借金もチャラってことになってくると思うわ、うん、今の古いドルはな、踏み倒す、はい、そんな感じになったのかな。で日本やからこれだから、うん、日本の場合は今その国の借金がいくらだあだこだってやってるのが、うん、GDP の 2.2 倍から 2.4 倍 2.3 倍ぐらいか、うんうん、だからないくらい700兆かなんかそこら辺じゃん、ちょっと調べてあいつ見てくれと、700兆ぐらいの借金やと思うんですよ、ちょっとよくわからん、うん、はい、裏金があるんでね、それ裏金があるんですか、裏金があるね、裏の方が大きいと思うよ本当ですか、裏金があるだから最後蓋開けた時にドキャーってなると思うけど、表向きは700兆ぐらい、うん、表か何兆ですか、表、まあええわ、まあどうでもええわ、もう10兆、20兆、ええわでね、はい、まあまあ GDP の2倍、2.3 倍か 2.2 倍ぐらいの借金があるんですよ。はい、ええかな、はいはい、まあ、これもな、まあ資産と負債は両立てなんで、はい、膨らみ続けるんでね、このシステムっていうのは、もうこれしゃあないんやけど、まあそれにしても結構な額なんよな。はい、でな、この財務省ですよ。財務省。で、まあ、財務省が動かしてるわけじゃないけど、その上にまあアメリカがおるわけやけど、はい、
まあ、財務省的に見たらな、はい、この借金チャラにしよう思ったらどうすると思う？いや、借金チャラにするんだったら、財務省的にチャラにするんだったらもうなくす法律発動するしかないですよね。いやいや、だからやめますって言うしかないですよね。いや、それアメリカは簡単ですよ。あ、アメリカ合衆国の通貨じゃないんやから。ああ、そっか。日本はそういうわけにいかないか。いかないんですよ。これどうする？どうする、うん、そっか、日本の通貨じゃないから。いやいや、簡単な話ですよ。愛ちゃんが財務省の官僚やとしてな。官僚だとして。700兆なり800兆なり、はい、まあ、裏金入れたら、裏金はこちょいどこやもう、うん。まだ表に出てけんから、まあ、絵は900兆ぐらいあると思うんですよ、裏も。うん、もうこれアメリカ行って持てる金やからええんやけど、うん、で要はこの700兆ぐらいをチャラにしようもたらどないする？どないする？チャラにするんだったら国民から巻き上げるのは違うよね。うん、そうやな。国民から召し上げる。召し上げるのが一番だってチャラにするんですよね。いや、国の召し上げるっていうのは召し上げるだけの理由がいるわけよな。いや、それは借金としても借金としてもチャラになって白紙になるので一回回収しますっていうしかないじゃないですか。その分価値がなくなったの回収します。要は昭和20年敗戦あったでしょう。はい。あの後はこの大日本帝国の分票っていうのは、はい、ハイパーインフレですよ。ハイパーインフレ、はい。うん、30倍とか40倍っていうハイパーインフレにしてしまうわけよ。うん。まあ分かりやすいのは今回も敗戦なんですよ、これ。負けちゃってるってこと、ね、いやいや、アメリカが負けるということは日本も同じなんですよ。泥船に沈むということですからね。今、まあ、属国ですから植民地やからな、はい。まあ、これが終わってから独立すんねんけどな、日本もな、はいはい、うん、200年ぶりに独立すんねんけど、江戸時代以降やっとな、ね、まあ、まあもうちょっとあるかな。織田信長とか豊臣秀吉の時からやられてるからな、オランダとか、あの家図使いとか出てきてるからそっから言うと300年ぶりの独立とか言ってくるんだけど、はいはい、でね、まあその終戦後のその日本大日本帝国の軍票もその、はい、ハイパーインフレで帳消しにしたわけよ、はいはい、例えばね、700兆円という借金あるとしようや、はい、物価が100倍になったら7兆円の借金になるんですよ、はい、そう分かるわな、はい、物価がね、そうね、うん、そうでしょ、うん、で物価が10倍やったら70兆円の借金なんか減るんですよ、うん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 、だオプションとしてはこれが一つなんですよ、まず、はい、でもこのハイパーインフレやろうと思ったら敗戦っていうのがいるんですよ、うん、でこの敗戦は何なんかって言ったら、一般的なために理解しやすいのはアメリカの国債踏み倒されましたと、うん、これが分かりやすいと思うんですよ。つきまして、まあまあ、うーん、まあまあでもね、あのさ、一般人の人たちがアメリカの国債をその買ってるとかっていう概念って知ってる人ってどれがいるんですかって話ですよね。もうそれ試合だ、どうでもええから、もう別に、ああそういうことね、もうそ話にならないんで、そんなこと、あ、もう好き、もうあなた好きなように生きていってくださいみたいな世界どうでもええそういうことね。え、大体これはどう、ね、まあね、そうね。でね、オプションとしてはこれハイパーインフレ、うん、それか、それと、はい、あとはその財産税ですよ。言ってたように敗戦に つきましてはもう財産税で徴収させてもらいますと、はいはい、いうことやと思うんですよ、はい、うん、要は資産税、財産税的なもんですね。だからこの、うん、この借金一回チャラにするのに皆さんの国民の預金使わせていただきますみたいな、うん、そういう方向の二択になると思うんですよ。なるほど、うん、うん、で一回きれいにするという話になると思いますよ、はいはい、はい、そんな感じだと思います。何しちゃうとまた愛ちゃんびっくりしたみたいな、うん、びっくりしましたね、びっくりしましたね。いや、何らかの形で処理しないといけないんだな、これ一回やめんといかんって。それだけ積み上げちゃってるってことですよね。それだけ積み上げてた借金とかもいろんなものが組み上がってきて、もそれかソフトランディング、いわゆるもうちょっとハード気味じゃなくてガッシャーンじゃなしにちょっとそのソフトランディング気味に行こうと思うんやったら、日銀を国が国有化してしまうっていう方法もあるんですよ。
わかるよね、これ。ああ、国有ね、はい、はい。国が日銀をもう吸い上げて国有化してしまうと。で、そこら辺の銀行をまとめて国有化すったら債権債務、チャラの総裁になるから。ただこれが、ただここには外資が入ってるからな、民間の銀行もそうやし。だからな、やらせてくれるかどうかなんよ。で、これも前言ったようにトランプに取り立ていくやつがおるんかおれんのかと、国債の取り立ていくんかおれんのか一緒で、やれる、これを逆らってでもやるやつが政治家がおるかおらんかですよ。まあ、あんまりないでしょ、面倒くさいかやんないでしょうね。そのぐらいの侍みたいな政治家がおったらソフトランディングはあり得ると思うんですよ。ただ外資の言いなりにやったら国有化はさしてくれへんと思うんですよ。いや、日本人って面倒くさいからってさ、自分からさ進んでさ、こう刀を出すやつなんていないよね。そういう話じゃないんですよ、ここまで煮詰まると思うな。なるほどね。ただまあ官僚にしても政治家にしてもあいつら責任ないんで、自分のがやってる間だけなんとかこうしのげればいい。日本人らしいな、うん、だから多分どうにもならないようになると思うよ。ああ、日本人らしいね、それはね。ただね、やっぱハイパーインフレって究極のハードランディングになってくるんでね。はいはいはい、はい、うん、これを局面になると食料がもう全然足りなくなるかな、うん。ああ、それはそれで問題だな。自分で食料を確保するまで頑張らないといけないね。ハイパーインフレって恐ろしいからね、本当。来るか来へんか別としてな。うん。うん、そうでしょ。ハイパーインフレになってほしくないですね。でもなんないといけないんでしょうね、多分ね。まあ、どっちにしても大したことないよ、別に。あ、そうなの。こんな落としといて。大したことないよ、そんな。そうなの、落としといて。海行って魚釣って食べてりゃええだから。それは、それは、まっちゃんはさ、もうそれ慣れてるけど、慣れてない人がほとんどじゃん。いや、だから、そういうこともしとこうよっていう話やんか、だから。まあ、そうだよね。そうだよね。でもね、そういうことしとこうよって言ってて、してない人があまりにも多すぎるよ。もうそれはその人は、まあ今日またもう一回言うわ。もうそういう人たちは勝手にすれば、みたいな話。別に勝手にしてください、みたいな。なるほどね。逆にな、あ、何かがあるとかないとかじゃなしに、楽しいでしょうと、そもそもそういうことやってんのみたいな話になってくる。まあね、そうね。まあ、ええわ。今日は、まあ、ちょっと最初のニュースは、まあ、あれです。アメリカ煮詰まってきました、みたいな。なるほど。いいよ、いいよ、煮詰まってきたよ、完全にも。いいよね。うん、来年とか、来年とか楽しみですね。来年とか楽しみですね、どん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 。いやー、これなー。逆になんか僕、ワクワクしてますよ、最近。なんか、まっちゃんと話してて、ね。みんなね、ちょっとはっきり言うとけどな、金融経済は2020はすごいぞ、これ、多分。ほんまに何がすごいの。いや、もう崩れ落ち方、あ、こうなるんやみたいな、うん、だから今は海外ドルとか買わない方がいい、ね、まあ多分今まで見たことないようなこと、俺多分リーマンショックの6倍7倍ぐらいいくと思うぞ。あ、今のうちにちゃんと AI やって僕はどっちの方で稼げるように準備しとろう。もうまあただせーのでで一気にドーンってなれへんから、順番に順番に波及していくからな、3年4年かけて、うん、末端のとこまで行くのには3年4年かけて順番にじわ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 波及していくから、はいはい、まずでも銀行はドタドタ行くはずよ、必ず。これはもう中小から始まってダーッと行くよ、銀行は、うん、まあこれは時代の流れなんでね、まあそれはそれでええとして、はい、まあそんな感じで今日のテーマは何やったっけ。今回の今日のテーマはですね、まあいろいろとまっちゃんも帝王学を最近学んでるとかいろいろとあると思います。うん、今、真っ青にね、今日はね、ちょっと、包括して話したいのは、もう本当に一般的な話ですけど、成功者の奥義というか。何？成功者の奥義です。まあ、抽象的だと思われてますよね、多分ね。まっちゃんどうで、あ、また抽象的なテーマ出しやがってきたら、また同じ、言うこと同じことしか言えねえだろうってこと、絶対思ってますよね。うん。ですよね。思ってますけど、ただ、成功者という部分に関してはみんなマスターの人たちってやっぱり成功者になりたいなりたいっていうのが多すぎるんですよね。やっぱりね、でネットで検索してもそうですし、まあ X でもああいう SNS でもそうですけど、やっぱり成功者の発言名言とかあるとは思うんですけど、まあその話についてもマスターに向けて優しく分かりやすくちょっとお話できればいいかなとは思うんですけど、まあ、だからそもそもその成功の定義って何なんですかっていう話になってくるやん。まあね、そうですね。そこがずれとったら話全部ずれるわけでしょ、今日の最初の話と一緒で。まあそうなんですけど、じゃあ、うん、そういうことであれば、
その何、ずれてない成功者の哲学って何だったんですよね。要はまっちゃんが今言ってるのって、その根元がずれてるから今の感覚がずれてるよねっていう発想じゃないですか。それはその通りだと思うんですよ。じゃあそれを正しいもの、本来の姿の成功者の哲学って何って置き換えると一体何なのかって話なんですよ。だからそういう意味でいくと、自分がどこに成功っていうところを、その成功的な定義をどこに置くかから始めんとあかんわ。俺自分で考えるの仕方ないわ、まずな、大体そもそもが。なるほどね。それは人それぞれやと思うんですよ。だから漠然とお金持ちやとか、そんな話になってくると全然全部ずれていくからな、これ。だからどこにその定義をこう置くかみたいな話になってくると思うんですよ。定義の話ね。なるほどね。でね、やっぱりその今回な、この大転換でその物質的な世界が終わるとか、精神的な世界が始まるって言ったって、それいきなり180度バーンってひっくり返るわけじゃないんでね。そうね、じわ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 その精神性の文明っていうのにこう変わっていくっていうことなんですよな。それより言うことは分かってますよ。でバランスの取れた考え方っていうか、バランスが取れた感じっていうのは、やっぱ半分精神文明みたいな感じで、はいはい、半分今までの物質文明みたいなのが混じってるような感じですよ。分かりやすく言うたら、便利なものは新しくて便利なものは率先して使っていきましょうと、はいはいはい、便利に使っていきましょうと、でももっと元の大事なところは精神性よねみたいな、そういうような感じに変わっていくんですよね。結構、これもそれも今さら言ってると、のメンタルブロックとかそういうところですよね。そういうわけじゃない、そのいやいやいや、今でね、まあその一応変わる時代の変わりの時代が大きく変わる流れとしてはこんな感じなんですよね。はいはい、はい、で、まあそれを置いといて、その定義みたいなやつですよね、成功としての。そうそう、ね、まあ、正義、奥義、まあ、ね、まあ同じですね。でこれね、あまりにもその物質的なことばっかり考えて成功成功ってやってると、結構ね、どこまで行っても行き詰まるんですよ。っていうか限界があるんですよ。っていうか、うん、っていうか、キリがない世界に入るんですよ。答えがないことね。なるほどね。例えば会社を大きくするとか、資産を大きくするとか、もっとお金持ちになるとか、もっと遊びに行きたいとか、もっと外国旅行行きたいとか、もっと、車欲しいとか、これキリがないんですよ、こんなことやっとったら。そうね、キリがないね、確かに。で、ある程度はそのなんていうかな、資本みたいなやつですよね。通常のばっかりするとか、マネーですわな、資本は、頑張ってその資本を作るというのは大事だと思うんやけど、はい、その一応柱としてな、定義としてはやっぱりゴール、自分のその成功の定義をどこに置くかってなってくると、やっぱりな、大切な人がいるとかな、守りたい人がいるとか、自分の命をかけても守っていきたいものが人がいるとかな、で、そのなんていうかな、自分の肉親とか家族とかそういうのではないけども、一緒に何かを分かち合える本当の信頼できる共同人が何人かいるとか、まずここが大前提やと思うんですよ、やっぱな、絶対に助けたい人がいると、で、あとはそのどういうようなライフスタイルですよ、探偵に言うと、ライフスタイルを送っていきたいかみたいなやつですよ、で、そこをそのライフスタイルじゃどこへ外国旅行行くとかな、どんな家建てるとか、そこにまた物質的なところに基準を、その物質的なものの何て言うかな、の比率が高まれば高まるほどそれていくんですよ、またこれだん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 、だからもっと分かりやすいと、時間をどういうふうに使いたいかみたいな話になってくると思うんですよ、ライフスタイルって。まあそうね、そうみんなそう言うよね、最終的にね、どういうふうな時間を自分で時間をコントロールできるようにしたいかみたいな、そう、まあ24時間の中の時間をどうコントロールして自分で生み出すためになるよね。で、そのために今まで頑張ってきた資本をどこへ置くかとか投下するかみたいな話だと思うんですよ、そうね、今まで積み上げてきた期間をね、はい、だから結局あくまでもその物質的な資本的なもんっていうのは道具になってくるんですよ、最後の話、まあ、ツールですよね、はい、ただそこら辺でわけのわからん人が言ってるその本とかでも何でもそうなんやけど、あまりにもその物質的なものを得ることが成功だみたいな、
ああ、その、それツールを得るためやから、ツールを得るためが成功で、いや、ツールやっても、ツールを使いこなければ意味がないってことも思えるやつかな。わかりやすいでしょ。うん、それはわかりやすい、その通りだ。うん、だから、哲学はそうね。ツール、使うためのツールを、うん、そのツールを集めて喜んでるみたいな。はい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 、はい、分かるなんとなく分かる、それは分かる。ではツールを集めたとしても結局そのツールがうまくできなければ意味がないってことだよね。うんうん、だからすごく分かる。まあさっき言ったような話ですよ。だから僕の定義ですよ、はいはい、それ皆さんの定義は知らんけど、帝王学的な定義っていうこんな感じですよ。だから帝王学のかな、はい、あれもともとそのなんていうかな、もともとその王様になるためのに学ぶみたいなやつとかな、はい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 、王様になるためにかんの考え方とか、うん、国をな何々を統治するための考え方っていうあれ話じゃないんですよ全然。なるほどなるほど、はい、あれね何をやってるかって言ったら学問体系の一番元の根源のところやってるんですよ。うん、分かりやすい言うたら、はいはい、もっと分かりやすいとは原理原則みたいなことをやってるんですよ。あ、原理原則ね、なるほどね、うん、もっと分かりやすいとは釈迦みたい、釈迦の教えみたいな話ですよ。帝王学ってのはどっちかっていうと、うーん、仏教をちょっと俗っぽくしたような感じですよ、うん、はい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 、だから根源の話なんですよ。で、あ、全ての学問ってあっこからこう派生していってるんで、枝枝枝枝してバラ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 って、はいはい、で変な学問体系になってそこだけの一部分だけ見てるからなんかわけわからない学問になっていくみたいな、統一性のない、まあそういう話ですかな、ちょっとそれだけど。でね、うん、それは帝王学からの発生ということだよね、要は根元のということだよね。でね、結局は、うん、その時間を自分で支配するみたいなもんと、うん、とあとはその同じ人間、うん、人間、うんうん、同じその大事にしたい人間、守りたい人間みたいな人たちがそばにいると、うんうんうん、これと、うーん、あとはそのライフ、まあまあこれ時間支配でイコールやわね、うん、ライフスタイル的なもんですよ。うん、これを自分の思い通りに叶えていって思い通りに叶えていって、なんて言ったらいいんかな、なんて言ったらいいんかな、そのいかにその精神、いかに意識的な部分をその物質的なところから半3割でも半分でも外していくみたいな、うん、そういうような話ですよ。うん、うん、まあ愛ちゃんの望んでる答えと違うかも分からないけどな、これな。いやでもまあでもそのまあそうですね、答えはただそのためには資本っていうツールをどっかに置いていく、資本の置き方とか資本の投下の仕方とか、ツールを作るツールの活用の仕方にフォーカスしすぎちゃってるっていうような世の中の言い回し方はすごく理解はできます。それはだからね、例えば、うん、ほらまあ分かりやすいから投資みたいな話ってあるやん、株に投資とかよく騙されるやつ系ね、うん、その元ですよ、自分の思う成功ってどこなのって定義してないと、投資したってずれていきますよね。ずれていくやろ、だん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 ただずれていくよね。ただ儲けりゃええとかな、そういうわけじゃないからね。儲けるんじゃなくて、なんで儲けたいのかって、そもそもなんで儲けて、なんでそれを儲けた後に何をしたいのかの方がずれてるか、それは意味がないと思う。だからそういう話なんですよ。でね、うんうん、ちょっと今日俗っぽいところで話してあげるとな、うん、してください、それは今日は、はい、だから儲けたから車買おうとか、まあまあそれは節税とかな、そういう意味ではええやろうけど、うん、儲けたから旅行行って遊ぶとかな、うんうん、はい、もうそれにじゃあ永遠に立ってもラットレースやってるわけですよ。あ、まあまあそうね、確かにね、うん、で俗っぽい話でいくと、その資産っていうツールをどこに投下して、その、はい、うん、キャッシュフローっていうかな、要はそれで、はい、投下した、投資したところから入ってくるリターンで、はい、なんていうかな、生きていけるみたいな。これいわゆる時間を買ってるってことなんですよ、結局は。分かりやすい。そうね、そうね。労働してないってわけですからな。うん、そうね、うん。うん。ただ、ファイヤーみたいな言葉が流行ってるけど、ちょっと流行ってたけど、でね、完全にその資本を投資だけで、その
キャッシュ投資だけで配当みたいなやつとかな、不動産で家賃みたいなやつですよ、うん、これだけで労働しないと生きて労働しないで生きていくなんて、それもまたちょっとしんどいんですよ、バカになるし人間はい、そうね、やっぱり自分で労働しないとな、頭使って、働かない、いや、いや頭使うってことも人間としてはそう大事だからね、確かに、うん、だからな、うん、まあどうだかな、もうその成功の奥義みたいな話ってなんかちょっと大げさやけど、今さっき言った話ですよ、うん、だから、うん、要は自分がどう定義するかみたいな話なんでな、結局、うん、要は他人、要は前もなんかまっちゃん話してましたけど、みんな成功者の奥義とか定義すると、もう今いる成功してる人たちのことを例えて言うことはあるけど、結局自分の中にしかないってことですよね、マッチがよく言う。それはそうでしょうよ、そんなもん。なあ、孫さんだったりとか、ああいうなんか一般的になんかすごい成功っていう人のことを見すぎちゃってるところが多いってことですよね、そっちの。孫さん、大損してるけどな。大損してるけど、一般的に僕らから見ると、なんか偉大な人みたいな。ソフトバンク、えらいことやってるけどな、今。まあ日本のねニュースでも何にも分かれへんし、ねえ、あのソフトバンクがえらいことになってるってのちょっと知りたかったら、あのローマ字でソフトバンクって検索したらいっぱい出てくるよ俺が言ってるのはソフトバンクモバイルのことちゃうからな、投資会社としてのソフトバンク投資会社としての本体ですよ、本体ね、あの投資しまくってるな、うん、まああれ銀行にえらい金投資してるからなでもかどうなるんやろなこれみたいな感じ、まあソフトバンクもちょっと今回相当窮地に追い込まれると思うよ、っていうかもう追い込まれてるけど、まあそれはええわ、でそのマスクみたいになってもしゃあないしねみたいな、そうそう、だから成功者の方がってのがみんなマッソーとかの検索の方も高いしすごい人気があるから、まあ、今日そのネタにしたかったから、うん、あとはまあ本当にだからね、そのまっちゃんの中の定義、その定義はその根っこの部分から根本的にずれてるよって、じゃあ根っこを正さないといけないよねっていう話だったと思うんですよね、うん、で大体話聞くところによってやっぱり根っこの部分を変えるためには、そもそもなんだろうな、その他人じゃなくて自分で考えるしかないよねって、うん、じゃあそのためにはじゃあ日常生活においてはどうすればいいか、要は常にその思考にならないといけないのかっていうと、自分に問いかけないといけないっていうのが僕の答えなんですけど、そうそう、それが一番ですよ、それが一番でいいんですよね、うん、結局のところそういうことですよね、今までまっちゃんとの話してる中でも、まあ、過去の動画でも言ってますけど、結局自分との対話と自分との環境だって自分との周りの積み方によってその人が抵抗になるのかどうなのかっていうのが変わってくるし、いやだってそうでしょ、旗から見たらあんな不幸な人おらんよねと思ってても、本人は幸せだと思ってる人おるしな、まあねそうでしょ、そうね、旗から見てなんかすごい資産家で、あの人いいよねと思ってても、本人にしたらいや苦痛でたまらないと思ってると思うわけでしょ、まあ本人も独身だった一人だったりって人多いからね、意外とみんなそれぞれいろんな悩み持ってたりいろいろするわけ、意外とそうよね、だから金持ちでどれだけ裕福してるのに僕結婚に今までできないんですよっていう人いますからね、そうだから本当結局本人次第やし、うん、で本人次第なんやけど、本人としても一番いいのはバランスの取り方ですよ、ある一個に何かを偏ってないって感じですよ、だからなんかね、みんななんか結局なんか世の中の全員に共通して言うのは、ないものにする人多すぎますよね、うん、なんかその成功と反対になんかないもの値段の人たちが言ってるの、ないもの値段のないものを得ようとすると失敗する傾向がよく見える。でね、なんでなんですかね。ね、まあちょっと言い方悪いけどな。どうぞ。言っちゃった。なんていうかな、失敗するの嫌とか、はいはいはい、安全リスクは嫌とか、失敗するの嫌とかな。はいはい、で今のままの方が気楽でいいし、遊べる時間もあるしみたいな考え方の人とる。そういうとこれ見てないと思うんやけど。そういう人たちはどこまで行っても成功はないよ。これ必ず俺保証してあげれば。なんでかって言ったのか、はい、大きな怪我負ってないから無理なんですよ。大惨事になったことがないから一回。だからな、大体うまいことをやっていく人ってな、うまいことっていうか経済的にもそうやし、生き方的にもうまいことやっていく人ってね、過去に大惨事を起こしてるんですよ。会社倒産させたとかな、死にかけた。それはなんか、それって言いますよね、なんか。いや、ほとんどそんな人ですよ。3つのなんか T がある。だから要はなんか僕もね、成功者っていうと一般的になんか普通に
うまくいってる人の話聞くと、倒産してる、すごい病気してる、あと死にかけてる、その3つの人を経験した時は復活劇が強いっていうか、体が活躍って言ってるけど。いやっていうより、何やっても成功と思えるんですよ、そこまでいくと。もあ、そういうことか。うん、あ、なるほどね。うん、で、はいはいはい、ビビるものがなくなるんですよ、もう何にも。あ、なるほどね。だから大きな病気、大病とか死にかけたとか、会社潰して借金取るに追われたとかなるとな、はい、どうにでもええなるって思う、分かる、悟るんですよ、もう別に。だから勢いが良くなるのか。もう良くなるし、感謝もするようになるわけよ、ちょっとのした成功でな。あー、なるほどね。分かりやすいと言うと素直になってるって感じですよ。あ、うん、それすごい分かりやすいっすね。だからいろんなことした方がいいですよみたいな話って、よくある話ですよ。若い時に潰しといた方がいいよ、会社一回。ああ、うん、そうか、うん、なるほどね。要は一回でもそれやることによって、要は何でも挑戦ができやすくなるってことなんですね。いやいや、悟るでしょうよ。もともと何にもないって気づくんやから、そこで。ああ、なるほどな。一回丸裸になるわけでしょ。丸裸で混ぜ歩いてみたいな。そうですね、丸裸でもう一回一からやり直しになるわけでしょ。はい、もう悟るよ、そら。もうそれ以下はないって分かるわけでしょ。まあ、そこから上は全部成功じゃないですか。だからやっぱ物は考え方次第ですね。そうよ、だから。ああ、うん、それはでもそれは大きいでしょうね、成功じゃ。だから冒険しない、リスクを負わない、学問体系の教育ですよ、学校の。俺がいつも言ってる、この教育が全てをダメにしてるんですよ、学校教育が。うん、レールの上を乗ってこの道行きなさいみたいな、うん、あれが一番不幸な道ですよ、逆に言うと。うん、そうなんだ。失敗体験せんと成功体験なんかできるわけないじゃないですか、大体。100% できないね。できないね。違う？いや、思ってなかったね。だからこれ原理原則やってる。だからこれもある意味帝王学なんですよ。だからな、帝王学的なものっていうのは理屈へ理屈で固めれない学問なんですよ。だから逆に俺帝王学ちょっと勉強していってんねんけど、これをな、今後じゃあこの愛ちゃんね、言ってたように有料チャンネルなんかでやっていこうかなと思うけど、すっごい難しいのかな、言葉にしにくい体系なんですあれ。いや、でも面白い、やっぱり帝王学面白いですね。それ僕も興味ありますわ。うん、ただ、うん、言葉にならないんですよ。言葉にならないんだったら絵にしますよ。絵というか、ちょっとのか例え話でしか理解できへんねんけど、それでもちょっと理解できる人は少ない感じなんですよ。うん、ただな、原理原則をやってるだけの話なんですよ。うん、でも原理原則がこれ今度派生になるからすごく重要ですよね。そうそう、だからつまり帝王学で、ね、原理原則の話ですよ。うん、根本、人間の根本が根本的な話で、まあ人間だけじゃなしに宇宙的な原理原則もそこ入ってるんですよ。だから全てがそこなんですよ。はいはいはい、でもあれ学ばんかったら先行かんのよ。なんで帝王っていう言葉を使うんでしょうね。なんかちょっとそれますけど、なんで帝王学って帝王っていうような、なんだろう、二文字を使うんですかね。帝王っていうと偉い、なんか上の存在っていうような言葉じゃないですか。うん、でもなんか、でも実際それが原理原則ってなんか違うなって、ずれてるなと思ったんですよ。いや、それ勝手に愛ちゃんがイメージしてるだけですよ。あ、そうなんだ。勝手に王様とか何かを統治する教えとか勝手に思い込んでるだけで、あ、ね、簡単に言うと原理原則を知る、簡単に言うと宇宙とつな、簡単に言うと天とつながるって感じですよ。もういつも言った話と一緒ですよ。そうなんだ。全く一緒です。で、原理原則って何、原理原則って何ですかって言ったら、天とつながるってことが最終的になるんですよ。まあまあ、だって天から逆立って命があるわけだから、それはそうやそうだ。うん。だからそこへ行かんとどうにもならんってことなんですよ。おもろ。ちょっと俺一生懸命頑張っていくんで、これからね、みんなに伝え、やっていこうと思うけど、はい、あそこやると他の学問いらないよ。ああ、でも確かになんか、うまくいってるたちって帝王学学んでる人が多いな。学んでるというより自然と身についてる。うん。ああ、なるほどね。うん。生きていく中で自然的に自分のものになっていくってことなんだ。そうそう。でもそれは第三次、大失敗せんとそうなっていかんわな、やっぱな。
まあでも一回しやっぱりでも何事も皆さん失敗してるから今があるって人は大勢多いなっていうのは共通項としてはありますよね。やっぱり確かに、うん、そもそも私たちは何も持ってないんだとね。でそもそもそのこの肉体なんてそもそも儚かないもんなんやと。たかが80年100年の儚かないもん、死ぬかも分かんないしみたいなね、そんなもんですよね、うん、でも魂的なもんはずっと永遠に続いてるみたいなイメージであったりとかな、うん、あとはただあれじゃないですか、そのなんだろう、ただね、その中で僕の中で思うのはあとはな、うん、大惨事とか大失敗とかいろんな経験をするとな、うん、やっぱ人に優しくなれるとか、うん、人の気持ちが分かるとかな、うん、で結局いろんなそういうことですよ。で交渉するにしても何するにしてもそこは分かる。相手のこと分からんかって自分のことばっかり取ったらどうにも話にならんで、俺やらそんな営業マン、ね、やばいね。たぶん相手のこと言って相手に対してプラスのこと言わなければセールとはうまくいかない、ね、てめえの商品とてめえの会社のこととてめえのことばっかり言ってかい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 って言ってくれそうやろ。まあそれはセールスあるあるですね。そんなもん売れるわけないやないか、ね、これは相手のことを考えて相手のことを思ってで相手とに、はい、住み寄ってやるのはできですね。そうですね、うん、それだってお客さんというか相手がありがとうっていう印が対価なんでな。そうね、相手にとってありがとう感謝っていうのが対価だから、あなたのおかげで助かりましたとかな、いやもうありがとうだから払うよ、あなたのおかげでもらったおかげで変なことになんなかったよっていうのが、ね、あなたのおかげで悩み解決できましたとかな、そんな対価やんか、うん、あれって、うん、まあね、それをいらんもん、かい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 ってやったって、まあ、無理よ、まあね、そうね、確かに。だからそこそういうこともひっくるめて学問ですからな、これ、うんうん、まあ、たまにね感謝しないでお金払ってくれないやつもいいですけどね、本当にちょっと頭使えよって思うやけど本当にね、口だけでは感謝言ってるけど実際感謝してないやつなんてたまにいるからな。まあまあだからまあそのね、成功的なもんって人それぞれによって違うし、ただまあ言ったように自然的なもんとか人との付き合い的なもんとか、本当にこう命をかけて守りたい人がいるみたいなところがないと幸せにはなれないですよ、いくらその資産があったって。あ、今日いいこと言いましたね。いや、なれないよ。だってどれだけ資産があったって分かち合う人がおらんかったらどうにもならないよ、はっきり言って。まあ確かにそうね。でもそれなり変に成功をかけて、こう、うん、おかしくなってる人が多いよな。だから分かち合う人がおらん人はどちらかというとその自分が儲けたマネーを使ってサービスを受けに行くわけですよ。なるほどね、うん、でマネーを使っていやよろなんていうかなついていきますって言われたいみたいなやつとかな。分かるよテレビ。分かる分かる、よくあるよ、よくある、よくある、芸能人の指定関係みたいなやつですよ。よくある、よくある。うん、そういう話ですよ。ビジネス理解もよくある、うん、お金を使って。うん、だからあなたのこと好きでついてきてるんじゃなくて、あなたの持ってるお金についてきてるんだみたいなやつ。お金なくなったら、もうそれはもうみんな離れていく、バイバーイっていうのはよくある。あるでしょ、そういうこと。ある。それと一緒よ、だから。お金なしで付き合っていたいですよね、やっぱりね。いや、だから、うん、ベースはそこじゃなく、ないとこを持ってればな。はいはい。うん、別にそれが崩れたって、資産的なもん崩れたって何ともないわけでしょ。でもくっついて、うん、あれあるほどまたいいしプラスでいいしねぐらいの話ですよ。だからあまりにも物質的なとこ 100% でいっちゃうとそういうえらい目合うわけよ。あるね、特にこれからの時代は。半分精神的なところに重き置いとかんと、はいはい、うん、で半分物質的なところっていうのは何かって言ったらやっぱ仕事する的なこともあるけども、うん、まあ何か転ばぬ先の杖じゃないけども、何かがあった時でも 何かがあってこうね動けなくなった時でも食べていけるだけのそのマネーが入ってくるような仕組みを作っておくとかな。なるほどね、それだけの話でしょ、そんなよくわかんと。なるほどね。まあそんなそれ株の配当はそれは株の配当でええんやろうけど、僕の場合はあんま株苦手なんで不動産っていうだけの話です。なるほどね、僕はだから不動産で、ただなこれも自分が
自分が何にもせんでファイヤーで生きていくために不動産みたいな人って、そんなにね、なんていうかな、心穏やかじゃないよ、はっきり言って、僕の場合は自分のためじゃないんでね、誰かのためやからな、これ誰かのためにそれしてますっていうだけの話なんで、そうなると自分に対する欲得もあんまないんですよ、だから逆に、そういうのがいいと思うんですよ、やっぱ。なるほどね、おもろいっすね、やっぱりね。そこなんですよ、基本は、ものの考え。原理原則はそこだよね。やっとなんかいろいろ僕の中で今の頭のピースで、いろんな人見てるけど、やっぱりそういう、なんだろうな、そのお金だけじゃなくて、そういうのを求めてる人たちを成功者でも見てると、あ、なるほどねっていうのは腑に落ちましたわ。意外とそんな欲得みたいなやつおらんやろ、愛ちゃんの付き合ってる人でも。いないいないいない。言い方悪いけど、ちょっと成功風の人って。いないいないいない。じゃあ逆に言うたら、その人らな、そこまで行くまでアクセスしとったんかって言ったら、働くのは人一倍働いてたと思うんですよ、みんなそういう人だとね、俺もそうやけど、そこは行くまではな、ただ、その欲得みたいなもんはあんまないよ、どっちかというと、楽しんでやってるから、商売。楽しんで、なおかつ、それを人に提供したいというか、人に配分したい、そう前提でやってる人は、僕の周りは妙に多くて、そういう人たちは長く付き合うし、でも、自分目線でやってる人たちは、すぐ縁切れちゃいますけど、やっぱり。だから自分だけ自分だけ自分だけとかな。そうそう、だから自分が良ければいいとか、何かをなんか、求めてしまう、それをなんか称号だったりとか、博士系の人は多いんですけど、そういう人って。だから自分だけ自分だけになるとな、もうなんていうかな、もうなんていうかな、どこまで行っても終わらんのですよ、それやり続けると。確かにね。それはそうだ。それはそうで、やっぱりな、何か大きな、その何て言うかな、経済の変化とか地殻変動みたいがあった時には、やっぱりそのずっと安泰なんてことはないんでね、資本も投資もないね。そういう時にもうやっぱりそういう人たちでひざまずいてしまうんですよ、もう行く道がなくなってしまうから、ないね、だから元の根本がない状態で資本を積み上げてる状態になってたら、要は土台すっからかんってことですよ。土台がないんだから何もできないよねって話ですよね。そうそう、地殻変動で吹っ飛んだら終わりみたいな話になるんですよ。だって土台がないから崩れてるからブーッとみたいになってるからね。まあ、その土台って何なんかって言ったら精神性の土台なんですよね、やっぱ。結局は。だその精神性の土台、どうやったら一番その何て言うかな、磨けるというか、強いもん持てんのって言ったら、やっぱり一回偉い目合うってことですよ。なんか脅してるように聞こえますけど、やっぱりいや本当のことやし、まあまあ、でも原理原則だって、まずこれマストーンに対して今日話す内容だから、マストーンのちょっと話しますけど、まず会社員というところから、独立してリスクを背負うっていう時点で、まずそこで痛い目はあるじゃないですか、やっぱり。そこが第一の痛い目ですよね。その後にその自分が独立したやつのビジネスになっていく中の失敗っていうのが第二の痛い目だと思うね。いやいや、失敗するから必ず。はい、そうだよね、必ずね、失敗するから。1回で30年40年続くなんてありえへんからな、必ず失敗するから。せめて3回の失敗があって、大きな失敗があったりして、それでやっと悟って戻ってゼロに戻ってやる。まあ僕もここまで来る前に今でも失敗してますからね。そんな失敗せんと30年40年続くことなんて 100% ありえないよ、必ず失敗して起き、必ず転んでまた起きて、転んでまた起きて修正していくわけなんでね。まあ、あとはでも一番それにプラスアルファして気になるのが、失敗した時のどうやった立ち上がりっていうのは今度話したいですね。なんかね、まあ今日こんなに多分短い結論で終わんないとは思いますけど、まあみんな挫折するじゃないですか、って失敗した時にどうやって這い上がっていくかっていうのは。だからまあなあ、これ単純に言うとた、例えばお子さん、子供がおる人なんかはな、まあ、子供の悩み事とかな、いろんなことあるやん、問題を起こした時とかな、あるね、そのお父さんお母さんがその子供に追い打ちかける人おるんですよ。もっとお前が悪いとか、お前もっと勉強せえとかな、お前が悪いからこうなったとかな、もっとちゃんとせえとか、そんなんよりな、
そんな全部大したことないよっていつも笑ってる お父さんお母さんが一番偉いのは昔の人さやったからな、まあ、俺のおじいちゃんおばあちゃんなもん、うん、そう一番なんか典型的な例だと例えば好きでまあそのちょっとねその真っ青だから通貨の話をちょっとしちゃいますけど例えば通貨で、うんまあ、平気で月に100万200万稼いでる人がいるとするじゃないですかでも蓋開けてみると意外とお子さんがちょっと知恵遅れな人だったりとかっていうのは結構多いですからね、そういう人でも。要は、表向きだと稼いでる、稼ぐのすごいよ、いいよって発言してても、実際会っていろいろと話聞いていくと、実はそういう家の事情だったりとか言って、まあいろいろと苦しんでるっていうのはあるから、本当にバランスだなっていうのはすごく感じますね、やっぱりね。まあさっきそういうの言ったその、うん、全部大したことないよっていう両親が俺やなその子も救われるわけよ本当そうだと思う大きい人、うん、そういう子はな大きい人間になっていくよまた、うんうん、本当に何が起きてもお父さんお母さんあ大したことない大したことないって笑ってたらな全く全くそうでしたからね娘さんが上がった時、うん、一般の人はあの騒ぐわけですよで何だって入れ墨入れた時点でまあいいんじゃねえのって感じじゃないですかまあびっくりされたと思います、ね、俺多分死んでも大したことないって言ってるかも分からない だから奥さんも安泰ですよねだから旦那さんがこれで例えばまっちゃんが騒いでたら奥さんもあの騒ぐんだろうけどでも意外と綺麗な状態だからこんな入れ墨やったとしても普通って入れ墨やるだけで親とかえって思うじゃないですかやっぱりいや、全く思わんけどな。あ、そうだって、どうやって、そう俺、アフリカ行って鼻にやりさ、鼻になんか穴開けてるやつらいっぱい見てるからな、踊ってるやつら。パプアニューギニアとかでな。ああ、なるほど、そういうことね。なるほど。見てる世界は違うわ。なるほどね。なるほどね。娘がな、ここに鼻になんか穴開けて、槍刺さっとったら、ちょっとお前、ちょっと大丈夫かって聞くけど、あんた大したことないよって言ったよ、だから。あそれやっぱりもうやっぱりそのマッチョの感覚はね日本人ね俺娘にそう言ったら娘はハテナマークの顔しちゃったけどな何を基準と比べてんねやろこの人みたいなだからもう娘も悪いことできないよねなんか基準があんまりにも強すぎるからだから反抗できないんですよ親やっぱりね子供が親に反抗するのって親に反抗されて愛情をもらいたいっていうのが多いんだけどそれがないからさっきのだからね、うん、その授業でも何でもええけど失敗してた時の立ち直り方みたいな話ってあるやんか、はいはいはい、これも今と同じですよ愛ちゃん子供に俺が今言った入れ墨と鼻に穴刺すみたいな話でな、うん、要は物の考え方一つなんですよ基準をどこにするかだけなんですよなるほどね、うん、なるほどねおもろいなだから例えば破産するとするやろ会社潰してはいはいはい所詮からの話やからどうでもええやろって思っとったらええわけでしょ確かにだから俺やったら破産したら真面目に冗談抜きで今やったらロスチャイルドの金潰したったぞ踏み倒したったぞって思うからな俺多分破産したら YouTube でこれで言うよロスチャイルドロスチャイルドの分5億飛ばしてあげましたからいやまあそういうことっすよねそういうものの考え方もそうやしな、うん、前回やったその金融のシステムっていうのがあったでしょ、はいはい、資産国債両立てで成り立ってると、うんうんうんね、国も民間も、はい、でもそういうことも知らん人も世の中にはおんねんけどそういうことを知ってればな、うん、別に踏み倒す踏み倒さんもないやろって話になるわけでしょこれ、うん、まあみんなが分かりますよだから結局システムの上で踊らされてるからそのシステムの外に出ればいいだけの話なんだけどその知らないからみんな外に出ないだけであってまあでも逆にやっちゃうとそのシステムの中にいる人がいるからできるってもあるので、まあ、いや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 その理解してればですよその例えば金融やったらその金融のシステムを理解してればな、まあね、別に返済できへんかって デフォルトしたってな個人がな会社がデフォルトしたって、うん、大した話じゃないんですよだって ちっぽけなことですからね本当に全然大したことないよ 0.1 ぐらいのレベルですけどでも知らないとうん、うんで思うとでも実際の自分目線になるとそれが100とかになっちゃうから、まあ、おかしくなっちゃうんだよな、うん、だから帝王学的なものの中にもまあ一つこれ考え方があるんだけど見方ですよどれだけ大きく見れるかっていう見方なんですよ、うん、やっぱりちっちゃいとこ見てしまうんで人ってなじゃなくて大きな目線でこう左右わーっと広げとくと全部どうでもいい話になってくる
はい、ということで、帝王学については、近日中に誘導チャンネルで、日本の裏側も含め、いろんな言いにくいことも含め、まっちゃんが言ってくれたらしいんで、ぜひ加入しましょう。はい、だから、もうな、もうあまりにもな、なんていうのかな、はい、もうタコツボの中入って、タコツボの中に議論してるね。おもろいわ。タコツボの中入って、タコツボの中で、ね、議論したって意味がないよね、みたいな。まっちゃんのおかげで、本当に要はどれだけ価値観がね、おかしいのかっていうか、変に。わかりやすい言うたら、タコツボから出て海泳ごうぜと。本当にどれだけ価値観がね、古いというか、その見え方がおかしいというかっていうのは改めて学べますよ、まっちゃんと話してると。うん、ただまあまあ、学ぶと同時に実行してもらわなあかんよね、みんなやっぱりな。うん、学ぶだけじゃ なかなか学ぶだけ、それはいいんやけど、やっぱり学ぶだけじゃ先進まんのでね。で、自分からいろんな経験実行していくと、理解できるようになってくるんですよ。腑に落ちますよ、だから。全部だから、いろいろ最近いろんな人と会ってますけど、やっぱりそれをまっちゃんの言ってることを置き換えると、あ、そうだよね。ほぼほぼどうでもええことやってることって結構多いですよ、もう。ほんまに。まあ、結局自分の好きなことやってお金が入ってくればそれでいいんだろうなって思いますけどね。だから、まあ、愛ちゃんもひっくるめでもそうやねんけど、はい、あまりにもその通貨的なものを前に置きすぎると相当苦しいぞ、これ今回もう一回言うけど。ちょっとほんと生きにくい感じになってくるぞ、これ。前はそこじゃない方向へ持っていっとかんとな。まあそれが嫌でも分かるような時が来るけどな、もうちょっとで、はいはいはい、例えばエネルギーとか食料をひっくるめてな、そういうものが寸断されるとか止められる時が来るんで、その時に気づくと思うけど、やっぱりその前に知っといた方がな、うん、それは自分の身をどう助けるとか、自分の家族をどう身を助けるとか、そういう話やったらまたこれも同じなんですよ。違うんですよ、そこじゃないんですよ。うん、さっき言ってたように、ちょっとでもその外へ出ても生きていける力を持つってことですよ。分かりやすい言うたら、うん、半分ぐらいな。ほんだら別にその、はい、マネー的なものが中心になくてもやっていけるっていう土台さえあればね、またうまいこといくんですよ、今度。そういう形になっていくんでね、今回はちょっとマネー的なものが前あると相当きついぞ、これ本当に、うん、ことごとく崩れるからな。うん、だからちょっとみんな想像つかへんと思うけど、見事に崩れるからな、今回は。俺もうちょっと置いとくんかなと思ったけど、見てたら片っ端から行きそうやからな、これ。いや、楽しみだってことで、はい。だから、やっぱりね、そういう我々を盲目にさしてた、見えないものを見る力をこう奪ってたっていうかな、阻害してたのが物質的なもんなんですよ、はい、マネー含めてね。これがちょっと薄まっていくっていうか、そこに価値の中心がなくなっていけばいくほど見えないものに焦点が当たってくるんですよ。要は人の意識とか見えないエネルギーとかな、うん、そういう方向に焦点が当たってくる時代になってくるんでね、嫌がおうでも来ますからね、うん、そうですね。でスピードとしては20年30年かけてそういうふうにじわ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 変わっていくんやろうと思ってたんやけど、やっぱり今の時代ネットが発達してるから早いわ、やっぱり思ってるより10年15年でガーって動いてしまうと思うんですね。まあ勢いだから、情報だから物事のその情報が拡散、その改ざんされてたって、もそれが嘘か誠かっていうのは全部その全部含めて早くなってきますからね、本当に。まあねえ、だからまあ どうやろう、今日はこんなもんでええんかな。そうですね、あのマッソーに対しての話なんで、すごく今日は分かりやすかったと思います。いつもみたいに成功の奥義とかって言ったら、なんかもうみんな見ると金儲けの仕方かよとかって思うじゃないですか。で蓋開けると、まあ、金儲けの仕方よりかはそもそも本質的は違いますよって話なんで、全然関係ありません。ただ分かる人にはこの動画見てすげえなって思ってくれる人が、その帝王学のところのユーロチャンネルに見てもらえるといいし、そういう仲間が増えれば、まあ、そこでね、一緒にね、いろいろできれば、もう超幸せになるので、まあ、ほぼ期待でやるんですね。はい、あのね、ほんとシンプルな話が多いですよ。でも、そう、今日の話聞いてて、僕も帝王学についてちょっと興味出ましたよ、やっぱり話聞いてて。やっぱりもうちょっと僕も勉強しようかな。なんら違和感のない話ですよ。だから、その後の出てきた哲学的な話になるとな、あれやっぱり時代時代によって、やっぱりその流行りみたいなもんがあるんでね、その時代時代によって、はい、だからちょっと違和感あるとこがあんねんけど、まあ国地域によってもな、
ヨーロッパとアジア、はいはいはい、アジアは違うようにな、その哲学の感じも、はいはいはい、その前のもっと原理原則のとこやから違和感がないかな。あ、そういいですね。だからなんかその成功者の哲学っていうのをまあぜひその漫画でもいいから僕に読んどきますわ、うん、よくわかるシリーズとかで、漫画シリーズで帝王学とはっていう漫画とか絶対出そうなんで、これその辺ちょっとあの愛読しときます興味あるんで今、うん、はい、まあまあそんなとこかな、まあ、うん、だからね本当大事だと思うのかな。本当ね、はい、知る学ぶって大事やなと思うよ。いやでも本当にね、毎日勉強して一日勉強してれば人生豊かになるなってのは本当に、社会人になってから勉強することはみんなないから、まるっきりね、まるっきり次元の違う見方ができるんでね、全てを、うんうん、全然その見る角度が変わるどころかもう全然次元が変わる、うん、人生が楽しくなりますよね。ね、いや楽しくなるというのは、楽しくする方法が分かるってことですよ。分かりやすいから今それ分からない人多いってことでしょ。そうね、成功の奥義みたいな話を愛ちゃんがしたっていうのは、そうそうそう、それが分からない人は多いし、逆に方法が分からんってことでしょ。方法というか、いや分かるんです。あのやっぱり成功というものに目指してるんだけど、誤った目指し方をしてる人が多いなって僕感じたんですよ、うん、すごく。要は僕自身もそうなんですけど、結局成功者って言葉は踊ってんだけど、じゃあ成功者という中の本質というか根元の部分って一体何なのっていうところから質問したんですよ、うん、だからそれみんなずれてるんで、でよくそれをなんか変に成功者成功者で歌ってローンチしてビジネスにするっていう人が多すぎるんで、いやそれ違うよねっていう違和感は感じてたのでって感じですね。答えはもう最後の、今日最後になるけど、簡単で、答えは簡単で、成功、自分それぞれにその人の成功っていう定義を持ってるってことですよ、まず一つ目な。持てるってことですよね、うん、それ旗が何言おうがな、うんうん、周りがどう言おうがそれずれてるとか、何を言われようがその人の思ってる成功があると。そう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 、まずその定義がしっかりなかったらそこ定まらんよね、うんうんうん、でそれに対してどのようにしていくかっていうことを学んで知っていくってことやと。そうですよね。だから結局なんか、うん、例えば動画とかも YouTube の動画で抵抗者の特徴何点とかっていうような動画があるんですけど、ただそれあくまであなたの成功の特徴であって、自分には置き換えるなって、なのにみんな自分が抵抗したいから、その抵抗してる人の抵抗の〇〇っていうのを見て変に他人に引っ張られてしまうからおかしくなってるよねって、それはあなたの抵抗じゃないよねっていうのがすごく疑問があったから、あそうだよねって話でしたねだから簡単ですよ、もうおさらいな、もう一回最後やけど、はいはい、自分のライフスタイル的なもんですよ、生き方的なもんですよ。そうよね、そうよね、うん、それはどこ、どういう生き方なのかっていうことを定義するってことです。そう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 、でそれと本当に自分の大事なもの、周りの大事な人ですよね、うんうんうん、これこういう人たちと分かち合えるっていうことです。そうそう、それが重要だよねと思うよね。それは奥さんでも旦那さんでも家族でもね、うん、何人でも何でもええわけですよ、うん、何人でもいいんですよ、何人っていうあれもないんで、うん、守っていきたい人が、命かけても守っていきたい人がいれば、それはそれでそんな幸せなことはないと思うよ。だって、そうです。人のために何かをするってことですから、うん、そういうことでしょ。そういうことです、うん。で、それを今度構築するためにその資本を働いた資本をどこに投下するかみたいな。そうだよね。そこは重要だからね。次に。うん。これはむしろシンプルじゃないですか。それな。シンプルだけどみんな難しく考えちゃうんです。だ株で何億儲けなあかんとかそんな話じゃなくなってくるでしょ、これ全然。なんだけどみんななんか目の前のことしか見てなくなっちゃうから、全体を見えなくなっちゃうから、結局目の前の小さい問題に着手しちゃってるからおかしくなっちゃうから、全体を見ようねっていうので今日は終わりにしましょうだからな、はい、あんまりね、周りのその物質的なものにごちゃごちゃ惑わされないってことですよ、もう、無駄な情報に惑わされない、あんまりどうでもええ情報も取らずになちょっと奥の深いもん学んで本読んだりな、そうやって正面的なものしかみんな学ばなくなっちゃうから、そうですね、そう、うん、映像で騙されないってことですよやべ、映像作ってる人間だ、気をつけます。いやあのね、ラジオ風とかな、本読むってすっごいいいんですよ、この動画でもね、うん、これ画像見んとスマホで音だけ聞いてる人って結構おると思うんですよね、うんうん、ああいうのっちはすっごい頭に入るし学びにもなるんですよ、はいはい、ただな、映像でごまかしてるやつって結構あるんですよ、この絵、はいはい、でな、はいはい、あれ絵でごまかされると人間の頭入ってないんで、はい、大体が、あの何ちゅうかな、快楽に寄ってるみたいな話になってくるんですよ、うん、映画見てるみたいで、うん、だあれは良くないよ。
だから一番ええのはな、学びはな、本と目で、あの本を読むのとラジオですよ、やっぱ。そうね、聞くってことですよ、うん、そうね、そういうことの方が頭にしっかり入るんで、ね、うん、映像に惑わされないって話ですよ。だからそうね、勝手にビジュアルに騙されないでって、ビジュアルの裏にもいろいろとあるんですよ、美人にも。美人、だから簡単に言うと美人な人にも裏があるんですよ。まあこのチャンネルもそうやけどね、見てる人からとったらこんな汚いおっさんが出てきて喋ってるよりなんかかっこいい。そうじゃない、要はね、 YouTube で言うなんでこの汚いおっさんがうさんくさいこと言ってんだっていうふうにコメントにされますけど、いや実を裏ちゃんと見ようぜって思うわけですよね。こんな汚いおっさんの顔見るよりラジオ風に聞いてる方がええやろみんな。本当に本当に、だから変にね、本当にそれはありますけど、話長くなるんで終わりましょう。まあそんな感じで今日は、はいはい、以上です。はい、じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さようなら。はい。は